県政治列皇后は、南宋の高宋の二番目の皇后。聖は、五子。開封府の人。たまたから商人のクレキンと妻の長子の三女。幼い時、侍公という夢のお告げがあったという。はじめ、皇長家前のそば目を務めた。成功の変の際、施設として開封を離れていた長家前に突き従っていたため、金軍による連行を免れた。が即位すると、 和義軍夫人に封ぜられた。五氏は、洋氏は平凡であったが、読書を好み、武術を得得し、近兵が攻めてきた時船酔いに負けず、戦闘に立った着替えを買われ、日増しに長寓を受けるようになった。構想は即位前後の数年間は流亡を続け、五氏は、エビス服を着て対等し、英氏のように側に仕えた。慶縁4年に祭神に封ぜられ、その後に、演技に進んだ。 昭校十二年四月、騎士に封ぜられた。同年八月、金と南宗の間に、昭校の和議が成立し、昭宗の母の意思が、昭宗のもとに返された。またその際、昭王時代からの制裁で金に抑留されたまま、皇后に立てていた、慶子の死を知らされた。翌昭校十三年うるう四月、五子は皇后に立てられた。昭光三十二年、昭光はを差し置いて、 養子の中で最も再幹のある長に上位し、自らは大上皇を称した。五氏は大上皇后として敬われ、特殊宮に移った。厚史博士14年、高僧は放御した。厚史博士16年、高僧もこの長厚史に上位して大上皇となり、五氏は受賞不都市皇太后と会合された。正期五年に高僧が放ずると父と反目した高僧が、 病と称して、もう取り行わなかったので、軍神らの憤りを引き起こした。最小の留勢が朝廷を去る中、80歳の五子は、体操の末裔で、死数密院時の長南寺具の剣技を入れ、太子交代号として、水蓮調整し、高僧の範囲を宣布の上、高僧のこの長広武を立てた。その時、 柱にしがみついて逃げ回る飛行を叱責して自ら、三服を着せたという。翌日、政権は、ネイ・タカシに遺憾された。ネイ・タカシの下で権力を振るった勘下部とは、ネイ・タカシの皇后藩主と同族であるが、また、五氏の妹の子でもあった。翌軽減元年、受賞・隆カ備え福光雄太皇太后と会合され、住家宮に移った。 慶元3年11月2日、宝御、建政治、列と、送りなされ、高僧の栄を毛うに合奏された。宗史巻三十、公務ネタだ昇降13年うる四月期中将立期日ごした目皇后宗史、おつひつじどし、竜期日の大乗皇后誕生日菓子、旧暦8月21日、長屋行き屋根は、祖国婦人と、古史国お人、妹は、 はた韓国夫人、ありがとうございます。